借りができちまったな。そのうちとっておきのいい店を教えてやるよ。何をするの？大切にしますね。大切にしますね。礼は言わねえぜ。そのうちグランマ直伝のエンガディーナをご馳走しようかな。
久しぶりだね、裏解決屋の諸君。 4SPG だったか。ベルモッティさんの紹介で改めて君たちに依頼を頼みたい。オフレコで話を聞いてもらえないかな。するんだ君は。ラジャ。でもおじさん変な顔。失礼な子供だな。僕だってこんなサングラスつけたくてつけてるわけじゃ。ああ、もう終わってるかもしれないけど、一縷の望みすら絶たれてしまうだろう。だから頼む。どうか力になってくれないか。お仕事忙しいのかな。バンさんたち、またお出かけ？金髪の変なおじさんと一緒に行っちゃったよ。何それ。まあいいわ、行きましょう夢。うん。ママとお買い物。
当時の面影が残ってるな。ここは木漏れ日の道といってね、彼女と寄り添って歩いたもんだよ。バトルスタート。せやっせいせいせやっせいっ相手になるぜ。終わりだ。チャンスだ。この機は逃しません。今です。少しは成長できたかな。この池は懐かしいな。一緒に赤い魚の数を数えてさ、夢中になって落ちかけたところを彼女が手を引いてくれて。ああ、魔獣もいるんだ。のろけはほどほどにな。あ、あの吾妻屋の下で彼女とランチを食べたんだよ。朝から手作りしてくれてさ、今でもあの美味しさをはっきりと。話を聞いてないね。そろそろうぜえな。脅威のエッセン要注意よ。敵の集団厄介ですね。気合を入れなさい。任せた。いいですか。これで決めます。はあ、やー終わりです。レディエースシーカー。チャンスだ。上限解放よ。ドライブ開始よ。今です。負けないよ。はっはっ。もらった。させない。させない。ソラよ。マンさん、行くぜ。ここです。シールド展開。私が相手です。それ、ここです。リゼットさん、おまけだ。タトル様、はっ、それもらった。各種ステータスアップです。これじゃ発見ですね。この辺りは当時かなり大きな花壇があってね、綺麗って微笑む彼女にこう返したのさ。君の方が綺麗だよってね。でもちょっと羨ましいですね。お姉さんがサポートするわ。
ルが変更されたわ。時に女性にとって直球は何よりも嬉しいものですから。なるほど、そういうものですか。敵集団発見。すごい数ね。気をつけなさい。全部まとめて相手だ。今発動よ。しまいにしようぜ。せいっ。ダンダライス、ウェイダー！ブーストゲージ、リミット解放！チャンスだ！はっ、それ！今です！リゼットさん！今、やっやっ！おまけだ！チャンスです！ディアシブン、イノセントヒーロー！させるかよ！上等だ。お前ら呪いぜ。嫌いだ。任せた、リゼット。もらった。チャンスだ。やっはっ。チャンスです。いいだよ。えい、おまけだよ。バンさん、キル発動よ。今です。よし、上出来た。甘いお茶受けをご用意しました。距離を取って戦いなさい。あの木は。成長できたかな。
呼ばれて飛び出てって何なのよ。その目役ってのはやめてよ。私は私に決まってるでしょ。スペシャルでマーベラスな専用フォロー MKESV004 メアの影響を受けた。そしてわざわざ力を貸してあげてるだけよ。なあ、もうじれったいわね。って何それ、この場を記録してるの。なるほど、人間ってのは面白いことを考えつくもんね。ちょっと原始的すぎる方法だけど。誰がチビロリオ赤毛。ちゃんって、まあいいわ、言っておくけど過度な使用はになるから、後でその子のログから再現プロセスは解析するのね。それじゃあバン、悪夢をまとう、まとわない。ああ、まとうぜ。かぼそき鎖を知るべに今ここに限界する。我は悪夢にした、また悪夢を食い破る獣なり。下がってください。やりやがったか、ワンさん。やっと見つけた。若いな、僕、それに彼女も記憶のまんまだ。え、なんだい、どういうこと。待った、まさか君たちポーレットを知ってるのかい。ちょっと黙ってないで教えてくれよ。
おじいちゃん、拭き終わったよ。おーおー、ありがとうな、夢。夢、夢っていうのか。おお、面白くない。こんなので悪かったな。いや、でも本当にありがとう。しかしポーレットはどこに？昼間も見かけなかったし。とんでもない。みんなも本当に助かってるわ。ん？ブレンダさんのところで調味料を買い足してたんだけど。あら。いや、いや、その、なんというか。久しぶり。新しいお客さんかしら。はじめまして。こちらのビストロの従業員をしているポーレットと言います。バンさんたちのお知り合いかしら。うん、まあそんなところかな。いや、人違いだったようだ。お嬢さん、君たち今日は失礼するよ。依頼料は後ほど口座に振り込んでおく。なんだかお疲れみたいですね。そろそろ開店ですし、お腹が空いているなら何か召し上がっていかれませんか？はあ、そのいいのかな。もちろん、モンマルトはどんなお客様も大歓迎ですから。バンさんたちもどうぞ。今ならすぐにまかないも用意できるわ。なんて美味しいんだ。ちょっとしょっぱいけど。おい、ポーレット。ん？何、お父さん。いや。ねえねえ、おじさん、なんで泣いてるの？Thank you.
の影響を受けた。そしてわざわざ力を貸してあげてるだけよ。言っておくけど過度な使用はになるから。シェリド皇太子殿下にバーゼル理科大学のハミルトン博士、そしてクーロングループのファン・ルーとある人の共同招待という形になるわね。東の温泉郷ロンライで五つ星旅館として名高い壁山楼、その2泊3日の宿泊チケットをあなたたち全員に送らせてもらうわ。お主はどうも真の置き所が人と違うようだ。まるで世に己が居場所はないと最初から諦めているような。だが私に言わせればまだ青い天地人がつながっていること、まずは身をもって実感するがよかろう。
さ、見るのはタダだよ。さて、レモンさん、あら、バンちゃんじゃない。よし、行くか。
するの？Thank you.
心意気だけはあるのかもしれんな。なんでもない。うっかり SC としての立場を忘れるところでした。